はい、山田でございます。メンズエステの店長でございます。メンズエステの店長7年か8年ぐらいやってますね。あと2年ぐらいやれば10年ですね。疲れちゃいますね。こんな感じでございます。モーニング雑談、ただいま朝2時49分でございます。特別話すことないんですけれどもね、ちょっと時間ができたのでモーニング雑談撮らせていただきます。で、まあ、Q チャンネルも撮るかしょうがねえからね、しょうがねえからっていうので、 YouTube はね3年ぐらいやってますか。物好きでね、ストレスの はけ口にしてるわけでございますけれども、まあ、ストレスなんかもあんまり感じないタイプではある、まあ、感じなくはないか、感じなくはないけどね、自分の中でまあコントロールできるタイプっていうか、まあ、下痢が続いたりしますけどね、ストレスで。でもそんなのも当たり前、あ、おちんちん痛い痛い病、金玉痛い痛い病とかもね、なるし、でも、ね、いいんですよ、生きてる感じがするから。何にもない平凡な人生よりもいろんなことが起きてね、例えばやべえ潰れるとかね、だけどなんとか立て直したとか、今度はこういうことやってやろうとかね。でスモールビジネスは結構自分の、まあもちろん従業員さんというかね、セラピストさんとまあ意見交換しながらやらなければ、ただのなんていうかな、独りよがりというかワンマンプレーになっちゃうからダメなんだけど、でも自分のさじ加減一つでその小さいお店をコントロールするっていうのが面白いし、だから小さい会社の社長さんなんかとかね、もう一緒でしょうけど、メンズエステも例に漏れず、そういう面白さはありますよね。今度はこういうのやってみようとか、これは失敗だったからやめようとかね、いう感じでございますね。メンズエステやりたい経営者さんというかね、やりたい事業やりたい方が多いのでね、まあ別にいい仕事じゃないですよとは言うんですけれども、経済的には別にいい仕事じゃないですよ。僕だって普通に何度も言ってますけど、居酒屋のバイトでね20万円ぐらい稼げて毎日出てさ、で暇だったら昼間もなんかバイトして30万ぐらい稼げて、それで飯食えるし、よっぽどストレスはない。まあ大変だと思いますけどね、居酒屋のバイトとかも酔っ払い相手だし、重いものを運んだりするし、皿洗いで手はふにゃふにゃになるし、大変だとは思うけど、その責任がそんなにないじゃないですか。その誰かを稼がせなきゃいけないとか、まあ当たり前だけどね、雇われでバイトだったらそんなにことまで考えなくていいから、よっぽど楽だと思いますし、同じぐらいの金額しか稼げないと考えるとさ、金稼ぐ目的でやりたい方であれば他の仕事の方が、まあ、事業、他の事業を思いつく方であればそっちの方がいいかもしれないし、またバイトとかでもさ、もっと何効率よく稼げるというか、体の負担がないような風に稼げるやり方だってあるでしょうから。ただやっぱりさっき冒頭に申し上げました通り、自分のそのさじ加減で、まあ、小さいお店だけど動かせるっていう、で自分が手抜いたりしたらもうセラピストさんもお客さんも離れていっちゃう、自分が意地悪な感じとかその人としていまいちな行動ばっかりしてたら離れていっちゃうわけですから、セラピストさんもお客さんもね。だから常に自分を戒めるというか、顧みてやっていくわけでございますけれども、そういうのが楽しいと思える方であればね、まあ、楽しいかもしれないですよね、しかも男性店長、男性オーナーだったら施術できないからね、やっぱりもう誰かのお力をお借りしないと回らないわけですから、誰かのお力をお借りできるぐらいの器というか人間性にならないと成り立たないし、で僕が1年目そういう、まあ、器っていうか人間性だったかっていうとそうじゃなかったと思うから、最近何度かお話ししてますけど、セラピストさんが一気に減っちゃったりとかっていうのもあったっていうことじゃないですか。だから自分の器以上のセラピストさんを抱えて、1年目ね、で、あ、こいつにはついていけないっていう方、いや他の理由とかいろんな理由で皆さんお辞めになるんですけれども、要は
まあそういうことだと思うというか、思おうとして思った方がいいという。自分の器が小さかったから、5人ぐらいのセラピストさんしかいない状態になっちゃったというか、残らなかったみたいな経験もあったりとか。で、あ、俺のこのスタンスでダメなんだと思って自分を変えようとするわけじゃないですか。うん。で、まあ変わったかは分かんないけど、意識するようになって、徐々に徐々に、うちはもう大きくなったとは言わないけれども、セラピストさんの維持率というかね、離職率が下がっていって、人が増えていってみたいな、本当になんていうかな、自分の授業が自分を映し出す鏡っていうかね、変なことをしてたら絶対うまくいかないから、あと変なことをしてたら変なことをする方たちが集まってきちゃうというかね、別にいいんだけど、金儲けもメインで走るでもいいんだけど、金儲けすること大事なことですよ、だけどそれがもうメインになると、金儲け好きの人たちばっかり集まってくるようなお店になるしね、面白いんですよ、そういう、まあ、自分を常に顧みながら生きていかなきゃいけないことになるっていう。会社の文句とか言えないわけだから、上司の文句とかも言えないわけだからあの上司がだからこの会社はとかって文句は言えないじゃないですか、自分がやってんだから。だから人のせいにできないっていういう感じなんですよね。潰れたら潰れたで自分のせいだし、自分の能力不足だし、だからうまくいったらうまくいったでたまたまだっていうことでね、気を引き締めなきゃいけない。すぐうまくいかなくなるから、うん。例えばまあガンガンセラピストさんが増えてきてね、お客様がガンガン入ってくださって、でありがとう、いい足だったよって皆さんに言われてる状態が来たとしても、それが続かないという意味がないっていうか、たまたまそうなっただけってパターンもあるから、全然気を抜けないんですよ。とはいえ、でもまあいい感じなのかなとか、あ、ちょっとやってきたことは間違ってなかったのかなとか、ちょっとふっと気持ちを緩めることはあるけれども、常に1ヶ月後3ヶ月後はどうなってるかわからないっていう、気持ちでいなきゃいけないっていうね。そこがまたなんていうかな、この面白さですよね、スモールビジネスの面白さ。サラリーマンの方、別にサラリーマンにすごくいい仕事だと思ってるんですよ僕あの憧れるしね、だって年間100日ぐらい休みあるんですか、そんなにない、ないか、そんなには、分かんない、土日休みだったら100日ぐらいだよね、52週あるだけだから、羨ましいよね。3日に1回は休みみたいなもんですか、そんな計算じゃならない、土日休みだったら3日に1回は休みじゃん、羨ましいし、ボーナスは出るし、なおかつ責任感がある方がもちろん成功すると思うけど、サラリーマンでも多少手を抜い、責任の気持ちを緩めても別にそれなりでいればリストラにならなかったりするとこないですか、わかんないけど、それなりに結果出してれば、全部の責任、全責任を負わなくても飯食えるじゃん。でもこの、まあ、免税してるだけじゃないですけど、スモールビジネスの社長も、まあ、大きい会社の社長もそうかもしれないけど、全責任を負いながら結果もそれなりに、結果っていうかその、お店が回るっていう意味では結果も出し続けないとすぐ飯食えなくなるからね、そんなそんなサバイバルみたいな、しかも責任が多くて、そういう仕事だからね、面白いと思える方は面白い。だから全ての起きることが自分が原因っていうか、全てですよ、起こること全て、そこがだからめちゃくちゃ大変だし、受け入れなきゃいけないし、面白いところ、いろんな小さい問題とか、ちょっとした大きい問題とかがしょっちゅう起きてるんですよ、免税店の1店舗の運営の中でもね、うわーっていうことが起きるわけですよね。でもそれは全て自分の責任だから、さっき言ったように人のせいになんかできないし、してちゃダメだしね、そう考えるとね面白いですよ、免税店も。
店長。いや、しょぼい店の、だから社長さん方が聞いてたりとかね、サラリーマンの方でも大勢の部下を抱えてる方とかね、聞いてたら何言ってんだよと、ままごとみたいな仕事してんじゃねえかと思うかもしれないけど、僕の中ではその小さいサバイバルというか大きなことなんですけど、自分にとっては経験できてるっていうのは、まあ、プラスにはなってますよね。まあ業界のせいにはするかとか抜き点のせいにはしてるから、人のことなんかどやって言えないんですけどね、業界のせいにはするよね。ただまあでも全てを入れてますよ。入れるしかないから、流行んなくなっても自分が悪い、セラピストさんがいなくなっても自分が悪い、何か事故った時も自分のせい。そこがだから心を強くするんでしょうか。まあ他の仕事やってる方も一緒ですけどね、多分ね。ということで、雑談、終わります。ありがとうございました。